アンダーワールド、アンダーワールドとリックスミス、アンダーワールド以前に、リックスミス、カール・ハイド、ベーシストのアルフィ・ー・トマス、ドラマーのバーン・バローズ、キーボーディスト兼映像作家のジョン・アー・ウィッカーをメンバーとするというロックバンドが存在していた。フラーは、デュットデュットというスマッシュヒットシングルを出すが、その後2枚出したアルバムは売れなかった。1987年、フラーは、 バズ・アレンを加え、アンダー・ワールドとして、サイヤー・レコードと契約。1988年、トム・ベリー、トンプソン・ツインズ・プロデュースによるファーストアルバム、アンダー・ニース・ザ・レーダーをリリース後、バローズは脱退し、パスカル・コンソーリが加入。1989年、セカンドアルバム、チェンジ・ザ・ウェザーをリリース。翌1990年、ユーリズミックスの解散ツアー。 後に再結成にサポートとして同行するが、1991年、サードアルバム制作中にレコード会社との契約が打ち切られ、この幻のサードアルバム用の曲に、第2期ファーストアルバムに収録される、ME の原曲、マザーアースがあった、長年、リックやカールと共に音楽活動を続けてきたアルフィーも脱退し、バンドは解散状態となる。1992年、 リックとカールは DJ のダレンエマーソンをメンバーに迎えテクノのグループとして活動を再開する。この年のグラストンベリーフェスティバル内エクスペリマントルサウンドフィールドで行われた18時間にも及ぶライブは現在でもカールがたびたびインタビュー等で話題にすることが多い。プライベートレーベルのトマトレコーズから500枚限定のシングルマザーアースザハンプをリリース。 当初は、レモン・インタープットやステパン・レザー、リックとダレンで活動するサイノギなど、アンダーワールド以外の名義で、特に、クラブ色の強い作品をリリースしていたが、間もなく、アンダーワールド名義に統合される。ジュニア・ボーイズ・オウン・レイベルと契約し、1993年に、公式なファーストシングル、うーん、スカイスクレーパー、アイ・ラブ・ユーを、リリース後、クラブ・アンセムとなる。 レズ、初回は、限定1000枚のオンクレーベルレコードだったをリリース。一気にテクノシーンの中心アーティストとなる。その後、ファーストアルバム、ラブノバス・ウィス・マイ・ヘッドマンや、多数のシングルのリリース、ライブツアー、初来日公演であった、1994年の、新宿リキッドルームコケラ落とし公演を含むを、行った。1995年のシングル、 ボーンスリッピーの B 面カップリング曲に収録されたボーンスリッピーナックスが1996年公開の映画トレインスポッティングのラストシーンに使われメジャー音楽シーンでもその名前が知られるようになる1996年夏頃にフジテレビでシニアに放送されていた音楽番組 b e と UK の UK シングルチャートトップ20で初登場ナンバー1を獲得した その後、ボーン・スリッピーナックスは A 面曲に昇格し、もともと A 面でタイトルトラックだったボーン・スリッピーが収録されない形でシングルで再リリースされたレコード CD 自体のタイルはボーン・スリッピーのまま。ボーン・スリッピーナックスのヒット直後、セカンドアルバムセカンド・タフィスト・イン・ザ・インファンツをリリースボーン・スリッピーナックスはボーナス CD を除いて、 収録されず、1九9六年八月十日に日本ランドハウ遊園地で開催されたレインボー二0でのライブパフォーマンスはメンバー、オーディエンス双方からの評判が高い。後に判明したことであるが、ボーンスリッピーナックスのヒットによって知名度が上がったことがメンバーを当惑させることとなり、一時的な確執へと発展。移動中は一切会話を交わさないなど、 解散も視野に入れていたほどであった。1997年の映画、バットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲のために、REM と曲を共作する計画が持ち上がるが、映画会社からのプレッシャーと制作時間の不足により、実現せず、最終的に両グループは、それぞれの自作曲を提供することになり、アンダーワールドは、モーナーを提供、シングルもリリースされた。 U2 の楽曲、モーホーのリミックスも同時期に制作していたが満足いく出来にはならずおくらい入りとなった。1998年、ライブツアーを再開し、制作中の新曲を多数披露する。1999年にはその新曲が収録されたサードアルバム、ボークーフィッシュをリリースし、名実ともにテクノ界のトップへと上り詰めた。 99年冬から翌2000年にかけて、フジロックフェスティバル99で収録された、ライブ映像を使用した DVD、エブリシング、エブリシングを制作中、ダレン・エマーソンが脱退。脱退発表時に、すでに予定されていた複数のフェスティバルアクトには、リックとカールの二人で出演した。エブリシング、エブリシング発売と同時に、 公式サイト UNDERWORLDLIVE.com を開設し、ライブ音源、未発表曲、日記等の配信を開始。同年11月には、アンダーワールドの来日公演プランから発展した、エレクトロニックミュージックフェスティバル、アレクトラグライドを幕張メッセで開催した。2002年に、レズ、ボーンスリッピーナックスに続く、新たなアンセムトラックとなった。 ツーマンツオフを収録したホースアルバム Ahundred Days Off をリリース。同年8月から1年間、3年半ぶりの単独日本公演やフジロックフェスティバル03への出演を含むワールドツアーが行われた。ツアー後にはアンソロジー版1992から2002シングル Bone Sleepy Nux 2003をリリースし、11月アレクトラグライド2003にて、 スペシャルライブを行った。ほぼ同時にタイポグラフィックジャーナルインズベリー・オブ・セイント・ポールを新たに立ち上げた出版社であるアンダーワールド・プリントから出版した。2003年12月に BBC ラジオ1の伝説的 DJ ジョン・ピールの番組でライブを行って以降、メンバーは再びスタジオワークに移るが公式ファンサイトダーティー .org のネットラジオ ダーツイレイディオを通じて、アンダーワールドの制作中、未発表曲やおすすめの曲をかける生放送のショーを不定期にするようになる。後に、アンダーワールドは、どのレーベルとも契約していない、V2 と再契約のサインをしなかった状態であることが判明する。2005年7月から、以前から、アンダーワールド、オフィシャル DJ として、アンダーワールドと活動を共にしてきた。 ダレン・プライスをサポートに迎え、ライブツアーが再開された。BBC ラジオ1で放送された、エグジット・フェスティバル2005での新曲3曲、デニー・ペンネ、スモール・コンカーエトウィックス、ユード・スクリブルのライブ音源は、世界中ファンから大絶賛を浴びた。同年秋には公式サイト UNDERWORLDLIVE.com を大幅にリニューアルし、 ザ・リバーランプロジェクトとして、完全新作の MP3、アートワークの独占販売や、過去に配信していたものも含む、ライブ音源、映像の大量無料配信を開始した。ダウンロード限定販売第一弾として、ラブリーブロークンシング、iTunes ストア、当時は、iTunes Music s t o 限定 EP、JAL2 東京を、リリース後、アレクトラグライド2005に出演し、 その幕張メッセ3時間公演をそのまま収めた3枚、組 CD、ライブイン東京25トン H のオベンバー2 0 0 5アレクトラグライド2 0 0 5を来場者限定で販売した。翌日の大阪 ATC ホール公演は商品化はされなかったものの、公式サイトで2時間前編、ウェブラジオ制中継された。その後12月に、第2弾、ピザ 4X2006 年6月に、 第3弾、I am a big sister, and I am a girl, and I am a princess, and this is my host 新作パッケージをザ・リバーランプロジェクトで発表し、最初の3作をすべて購入したリスナーには、無料で、ボーナスミックス、ザ・ミスター・ランズミックスを配信した。8月には、ザ・リバーランプロジェクトからのシングル5作の12インチ、アナロ版を、 underworldlive.com レーベルからのリリースとしては、初の実店舗を通した形で発売した。なお、ザ・リバーランプロジェクトで販売している MP3 ファイルは、いずれも複数の曲を30分弱のミックスにまとめ上げたものだが、この選曲は、ジャボーレーベル社長のスティーブ・ホールによるものでる。2006年10月に映画音楽家。 ガブリエル・ヤレドと制作した映画壊れゆく世界の中でアンソニー・ミンゲラ監督ジュードロー主演のサウンドトラックブレイキングエンディングミュージック・フロム・ザ・フィルムをリリースした。並行してアンダーワールドを一躍有名にした映画トレインスポッティングのダニー・ボイル監督の最新作サンシャイン2057の サウンドトラックをダニー・ボイル監督作品の音楽を多く手掛けている作曲家ジョン・マーフィと制作。サウンドトラックアルバムの発売は映画公開以前から発表こそされていたものの法的な問題により幾度も延期され最終的にはサンシャインのタイトルで iTunes Store で配信という形で日の目を見た。2007年4月6日元 V2 レコーズの中村修士と b ティンクの レーハーンによるレーベルトラフィックと契約日本での作品リリースを同レーベルから行うことが発表された2007年10月3日フィフスアルバム o b l i v i o n with Bells をリリース67月のヨーロッパでのフェスティバル出演時に同アルバムからの新曲を数曲披露し9月からは本格的なワールドツアーをアメリカからスタート続いてアイルランド イギリスでの公演を行い、10月17日からのロンドンの3日連続公演ではクイックタイムを利用しての上テレビ中継を予定していたが、初日、2日目は成功したものの、最終日はリックの深刻な病気により公演が2008年2月28、29日、追加公演に延期となった。その後10月26日から11月10日まで、 予定していたヨーロッパ本土での日程についても、1月から3月への延期が発表された。11月21日からの日本公演についての変更はなく、24日の幕張メッセ公演は、ウェブテレビ中継、CD 発売、DVD 収録が実施された。2008年8月、オブリビオン・ウィズベルズ収録曲、ツーヒールのフルバージョンである、ツーヒールがチベット支援。 チャリティーコンピレーションアルバムソングズフォーティベットザアートオブピースに収録され発売。10月28日、以前から公開していた楽曲フォーナストラッペと020202のシングルを公式サイトのショップからのダウンロード限定でリリース。2009年7月3日モントルージャズフェスティバルで過去曲のアップデートではない完全な新曲のビットウィーンスターズを初披露。 翌週11日のイタリアトリノでのトラフィックフェスティバルでは別の完全な新曲であるダイヤモンドジグソーを初披露した。2009年9月マーグナイト・ディー・ラミレスと共作した楽曲ダウンパイプをマーグナイトディー・ D、ラミレッツ VS アンダーワールド名義でリリース。11月にはザ・ミスタランズ、スティーブ・ホール、ダレン・プライスの二人と共にジャズをテーマとして選曲した。 曲を収録したコンピレーションアルバムアサンスをリリースした。アサンスにはブライアン・イーノとカールの共作曲ビバップ・ハリーが収録されている。2010年5月13日 BBC ラジオ1の全員ローの番組で2005年以来ライブでは定番となっているユード・スクリブルをドラム・ベースアーティストのハイコントラストと共同でアッデートした曲スクリブルの ラジオエディットが放送解禁された。番組終了後直ちに公式サイトで 192kbps 音質の mp3 ファイルの無料ダウンロード、320kbps 音質の mp3 ファイルとヒアッシュクウェーブファイルのダウンロード販売が開始された。翌14日には BBC ラジオ1のピートトンの番組で夏の終わりに リリース予定のシックスアルバムのプロ版からスクリブルのフルバージョンが放送され、ラジオエディットのミュージックビデオが YouTube の公式チャンネル上で公開された。スクリブルのフルバージョンやその他のバージョン、ネットスカイによるリミックスなどが収録される正式なシングルはイギリスで6月21日にリリースが予定されていたが、後に1週間後の6月28日に正式リリースされた。 2010年6月7日、6スアルバムのタイトル、バーキングと収録曲、参加アーティストが発表された。プロデューサーには、ドラムンベース DJ のハイコントラストや、ドイツのトランス DJ、ポール・バンダイクラが迎えられている。なお、アルバムタイトルのバーキングとは、ロンドン近郊にあるバーキングという地名から取ったものである。2010年12月、 ロイヤルナショナルシアターにて2011年に行われた演劇フランケンシュタインで監督のダニー・ボイルと共に再びタッグを組み演劇全体の音楽を担当した。その後2011年3月にはサウンドトラックもリリースされた。2011年12月2012年ドンドンオリンピック開会式の音楽監督にアンダーワールドが抜擢されたことが発表された。 また、パートナーとして、ダニー・ボイルが芸術監督を務めることも発された。2012年7月27日に挙行された開会式の模様、厳密には、事前レコーディングは、後に公式サウンドトラック、として、全容、一部を除くが収められ、翌7月28日にデジタルリリー、CD 版は8月2日にリリースされた。サウンドトラックには、 アンダーワールドとパーカッショニストのエベリン・グレニーが共作した17分以上にも及ぶアンジ・ウィルキスやキャリバン・エス・ドリームが新曲として収録されている。2013年に入るとカール・トリックはそれぞれソロでの活動を開始。カールはソロデビューアルバムエッジランドを同年4月に続けて2014年には音楽プロデューサーのブライアン・イーとコラボレーションした。 サムデイワールドとハイライフの2作を5月と6月にそれぞれリリースした。リックは単独にて長年映画作品などで共作してきたダニー・ボイルとサイドテオミ2013年公開映画トランス2014年にイギリスで放送のドラマシリーズバビロンの音楽制作を担当した。2015年11月バンドは前作バーキングから実に6年振りとなる。 セブンスアルバム、バーバラバーバラ、ウィーフェイス、エイシャイニングフューチャーを発表し、翌2016年3月に日本選考リリースした。アルバムタイトルは、リックの父が重い病により息を引き取る直前に、父のいない将来を不安がっていた、リックの母バーバラに対して言った言葉から引用したものである。アンダーワールドは2007年10月現在、 以下のミュージシャンとの作品の制作を予定している。アンダーワールドはデザインの活動もしており、デザイン会社トマトの設立メンバーでもある。トマトのメンバーには、フラーと第1期アンダーワールドに在籍していたジョン・ワウッカー、アンダーワールドの楽曲中のボイスサンプルで、よく活躍している女性ァニータ、日本人の長谷川東夫都市、現在はウィードン、ケネディ東京を在籍などがいる。 アンダーワールドの作品のアートワーク、ミュージックビデオは、ほとんどがトマトの手によるもので、近年、2005年以降のアートワークはジョンが手掛けている。日本では、ソニーのコーポレートアイデンティティ、テレビ朝日のロゴ制作が特に有名で、テレビ朝日の放送開始、終了の映像は2008年3月まで、トマトで作られたロゴと共にアンダーワールドの曲が使われていたオープニング。 ボーン、スリッピーナックス2003、クロージング、レーズ。公式サイトで有料配信された MP3、アートワーク写真のパッケージ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。